はい、こんにちは。重工房のフラシーです。今日は久しぶりにズームの話ですね。ズーム使い始めて長いですけど、まだまだ知らない機能がありましたね。もう私もね、実は途中まで知らなかったんです。使い始めてしばらくして、こんなことできるじゃんと思ったのが、画面にですね、何人の表示ができるかですよね。皆さんのズームの画面は何人の表示になってますかね。25人になってますかね。これ実はズームって最大49人まで1画面に表示することができるんですが、条件があります。コンピューターの CPU がいわゆる Core i7 という、ちょっとこう、ハイスペックな CPU を持っているコンピューターだったら使えるんですよ。49人までの画面が表示できるんですが、実はこれ何もしないとですね、25人のままなので、今日はですね、その49人にする方法ね、もちろん知ってる方もたくさんいらっしゃいますけど、私自身途中まで知らなかったのと、私お話しした方で結構知らない方もね、大勢いらっしゃったので、そのあたりをですね、ちょっとやり方をね、ご紹介したいと思います。まあ、知ってる方はね、知ってることということで、復習ということで聞いていただければと思います。まず最初に先ほどお話した通り、条件がありますよね。例えば Windows 10、これ今 Windows 10の画面なんですが、Windows 10にこう、Zoom がね、いる状態ですよね。で、その前に、先ほど言った通り、自分のコンピューターがどんな CPU を使ってるか、ちょっと確認してみましょう。Windows 10をお使いの方でしたら、ここのスタートボタンでですね、右クリックを押していただくと、このずらずらっと出てきて、ここにシステムというのがありますよ、システム。はい。システムというのを開いてやるとですね、はい、ここにね、この部分。Intel Core i7 とかですね、Core i5 とか、Core i9 とか、いろいろ書いてあると思うんですけど、ここが Intel の Core i7 以上だったら、49人やれるんですよ。皆さん49人できるはずなのに使ってないっていう人が結構いらっしゃると思うので、まず先にこの皆さんのコンピューターのプロセッサーね、 CPU のプロセッサーのがどんな性能のものかですね、これは後々も役に立つのでぜひ知っておいていただければと思います。 Intel Core i7 以上だったらね、今からやることができるということで、はい、仮に Core i7 だとしますよね。私の場合今 Core i7 になってます。 Core i7 だとした場合、Zoom のですね、この画面、Zoom の画面に行って、この歯車のところ行きますよね、歯車。で、歯車行って、ビデオっていうのを押します。はい、このビデオまで行くとですね、これでいいんですよね、これでいいんですが、ここには出てこないですよね、49人って。おかしいなと思って調べてもなかなか出てこないんですね。どこでやるんかな、一般かな、一般でもないな。ないなぁってことで、やっぱどう考えてもこのビデオだなぁっていうんだけど、ビデオのとこないなぁと思ったら、これね、これ、もっと下があるんですよ、ページずーっと下へ下げると。ほら、ここにギャラリービューページで1ページに最大49人の参加者を表示すると出てますけど、これが CPU が i7 以下だと、これ押せないようになってます。押せないようになってますので、これがこう押せるかどうかですね、はい、これが押せましたと。押せると、画面に49人まで表示ができるようになります。これがね、知らないといつまでたっても25人のまま、表示ができなくて困ってた方がいらっしゃると思いますけども、これでできるようになりますね。はい。ということ、もう本当に簡単なことなんですよ。今日やってることは簡単なことなんですけども、実はこの下の方にメニューが追加があったよという話、もうバカみたいな話かもしれないですけど、意外とね、これ、知らなかったり気がつかなかったりするんですよね。私ずっと気がつかなくて、ある人が49人、やっぱりなんか性能がいいコンピューターじゃなきゃダメなんだよねとか言われてて、そうか、性能がいいコンピューターって私のやつも i7 だからまあまあ性能いいよなと思いながら、何がにこうやってやったら、ここ押せるじゃないですかということに気がついて、はい、そんな話です。まあバカみたいな話ですけど、ひょっとすると皆さんもここのボタンの押し忘れで49人見られずに25人でストレス溜めてね、こう次のページっていうことで人を探してたりしてないでしょうかね。25人と49人だともう約倍ね、表示量が増えますから、一度にパッと顔が見れるんですね。特にセミナー講師なんかやってみる方でしたら、もう30人40人同時にパッと顔が見れますので、そういうのに非常に便利だと思います。はい、ということで今日はですね、 Zoom のプレビューウィンドウですね、プレビューウィンドウで49人の、ユーザーの顔を見る方法ということでした。49人まで見れるんですから、ぜひ活用してみてください。
だいぶズームの使い方がね分かってきましたよね。まだまだねこれしばらくズームっていうのはもう活用、まあ、これからずっとひょっとすると家族会議もズームの時代ね、遠隔地でもう墓参りもズームでするような時代になるかもしれないですよね。まあ、ますますねズームの活用範囲広がると思いますので、こんなものもね一つずつこう覚えていただければなと思います。はい、ということで今日は、まあ、ご存知の方にとっては当たり前のお話でしたね。ズームの活用方法の話でした。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんに役に立つねこういったコンピューターの情報なんかもお伝えしますので、よろしければチャンネル登録と右側のベルボタンをね押しておいていただければ、新しい動画が上がるたびに通知が行くようになると思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岩さん、さら、もうこれどれだけ使ってた、全然知らなかったんですよね。恥ずかしい話なんだけど、これこうやってやるだけじゃんみたいなね。はい、まだ他にもあるんですよ、これね。他にもやっていくとね、いっぱい知らない機能があるので、ぜひ探検されることをお勧めします。なら。